10月3日祭り、またはライデン解放記念日は、オランダのライデンで開かれる祭りで、1886年以来、毎年その日に開催されている。この祭りは、80年戦争中、1573年から74年にかけて、スペイン軍がライデンを陥落させようと包囲したものを記念している。 最初の包囲は1573年8月から1574年3月にかけて行われ、1574年5月にはスペイン軍が再度包囲した。ライデンは警告の中、暫定的にスペイン軍の武装を解除し、食料を備蓄することを放棄した。市民が絶望に囚われる中、市長は自らの体を食料として与え、士気を高めようとした。 ビチはワ2ヶ月でつき、スペイン軍は1574年10月2日から3日に、かけての夜まで排除されなかったが、それまでに数千の市民が餓死した。オラニエコーイレム一世に指揮された海の古事記団は、翌朝入試し、人々に白パンとハーリング、そしてフッツポットを振る舞った。この祭りは、同時に、オラニエコーによって翌年認められたライデン大学の設置も記念している。 白パンとハーリングが祭りで振る舞われる。この祭りは死の祝日であり、様々な催しを伴う。この日はほとんどの市民が仕事を休み、祭りに参加する。祭りは前の晩から始まり、大年に関係のある団体がパレードをなし、翌朝の聖ペトロ教会で行われる行為記念式典まで続けられる。昼にはまたパレードが始まり、夜に 花火が打ち上げられて終わりになる。この祭りには白パンとハーリングが伝統的に縁の深い料理とされてきた。このパンは計量書で祭りの参加者に無料で振る舞われる。多くの祭礼は市中に張り巡らされた水路からすぐのところで行われ、市役所ではその間を巡るボートやカヌーを提供している。祭りの日には 関係する、もう一つの伝統料理であるフッツポットも供されている。ありがとうございます。